ニュースポストセブンです。年下のファンと極秘結婚をしていた愛子さん、ファンに神対応する姿が目撃されました。4月末の深夜、ラジオ番組の出演を終えて局を出てくると、出待ちしていたファンたちのもとにスタスタと駆け寄った愛子さん。まるで親しい友人が相手かのように気さくな会話をしてから、最後は手を振って解散しました。ある音楽雑誌の編集者によると、24年前のメジャーデビュー時から一貫して気さくなキャラクターで、日常的なファンサービスぶりは有名とのことです。ニュースポストセブン。